ヘラクレスは、イタリアのルネサンス期の巨匠、ピエロ・デラ・フランチェスカによるフレスコ画の断片である。画家の唯一の世俗的な作品であり、おそらくもともとは一連の神話の人物群像の一部を成していた。1465年以降の制作で、現在は、ボストンのイザベラ・スチュアートガードナー美術館に所蔵されている。美術館は、ジョセフ・リンドン・スミスから本作を購入したが、 元は、ジョセフ・リンドン・スミスが、フィレンツェの美術賞、エリア・ボルピから購入したものだった。フレスコ画であった本作は、18世紀後半に、サンセポルクロノデルア・ラチュンテ通りにある画家の子孫の部屋で再発見された。フレスコ画を壁から取り外して運び出したことにより、作品は、損傷を受けた。ライオンの毛皮を身につけたヘラクレスは、たらいの前に立って、棍棒を持っている。 そして、左手を腰に当てて、両足が非対称のコントラポストのポーズになっている、ヌードとして描かれている。ピエロの作品に、典型的な、この厳粛で、性的でいながら、物言い、そしてリアルなポーズは、生来のバランス感覚を有している。真面目で資料深い顔が画面外を見つめ、喉は古典的な彫刻に基づいて解剖学的に、継承化され、壁上のフリーズは、 古典的なモチーフの背景にヤシの葉の文様がある。成長な光は体の良感と立体感を損なうことなく影をほぼ追いやっている。これらの様式的要素はピエロ・デラ・フランチェスカの聖十字架伝説のフレスコが特にヘラクレスと同様のポーズで梱包に寄りかかっている少年を含むアダムの死の場面と本作が関連していることを示している。 マルコ・バサリー、ピエロ・デラ・フランチェスカ、コーラナ、アート・ドシエ、ギウンチ、フィレンツェ1999、ISBN88 億976万1677、カタログ・エントリー。2021年7月9日閲覧。ありがとうございます。